ソフィア・アレクセイブナ旧暦1704年7月3日、グレゴリオ暦7月14日は、サーリであるイヴァン・オセイと、その共同統治者、ピョートル1世の折傷。アレクセイ・ミハイロビチの4女で、母は、マリア・ミロスラフスカヤ。事実上の女性君主として君臨した。1682年の同母帝、ヒョードル3世の崩御に伴い、ナルイシュキン派の要するイボ帝。 ピョートル一世がツアーリになるとミロスラフスキー派の巻き返しを獲得。ストレリツチの放棄に乗じてナルイシキン派を失脚に追い込み、同母帝、イヴァン五世をツアーリに立てた上で、ピョートル一世をその共同統治者とした。二人のツアーリの平立は異例で東ローマ帝国の先例によって正当化された。 ソフィアは、女性皇族の住むテレム宮殿を出て、女性のみで、幼い二人のお接生の座に就いた。また、ヒョードル三世時代の実力者で、西欧事情に明るいバシーリーゴリツンコを、主席顧問に任じた。従兵隊については、要求する、未払い金を支払う一方で、部隊の大半を返境防衛に配属して力を、弱め、素早く、秩序を回復した。内政では、 人文主義的な傾向を持つ高等教育機関スラブギリシアラテンアカデミーを設置、ユグノー亡命者の受け入れなどが行われた。またゴリツィンは首都モスクワの衛生対策や架橋などのインフラ整備に力を注いだ。外交では1686年に新生同盟に加盟して大トルコ戦争に参戦、同年にポーランドと高級平和条約を結び、 キエフなどロシアが占領している旧ポーランド領の保有権を認めさせ、これを賠償金支払いで保証した。また1689年にはヨーロッパの国としては初めて中国の清とネルチンスク条約を結んだ。一方でオスマン帝国の従属国のクリミア半国に対するコリチンが率いた二度のクリミア遠征はいずれも主張不足のために完全な失敗に終わった。 この失策は、ソフィアの摂政,政府の威信を失墜させ、人々は成長した、ピョートル一世に期待を抱き始めた。ノボデビーチ女子修道院のソフィア、イリア・レーピンがソフィアは、摂政就任以後、サーリのみに許される、先制君主の称号を用いたり、自分の肖像入りの貨幣を発行して、自らの権威づけを図った。自ら皇帝になる意思があったとされる。 しかし本来幼い弟たちの大役に過ぎない、ソフィアの地位は、ピョートル一世の成長と共に不安定になる。ナルイシキン派は、ピョートル一世が成人したことを示すべく、1689年の年明けには彼を結婚させた。同年8月には、緊張が高まって、ピョートルはイタリ生産者聖セ,セルギー大修道院に避難した。しかし、政府高官や軍の将校、 聖職者の多くがピョートル支持に回り、ピョートルの勝利は確定した。ソフィアは9月、全顧問館をピョートル側に引き渡し、ノボデビチ女子修道院に入った。孤立院もシベリアに流された。9年後の1698年、ストレリチの放棄が再発すると、ソフィアは何の証拠もなく、反乱の死亡者と疑われた。 見せしめのため修道院前で反乱者数名の処刑が行われ、ソフィアは修道所にさせられて、6年後の1704年に没した。エカチェリーナ2世は、ソフィアの殺傷政治について、ソフィアには正当な評価が与えられていないと思う。ソフィアは誰もが羨むような英知を持って、長年にわたり我が帝国の国政を担ってきたというのにと評している。 ありがとうございます。